やった、できた。成功したね、ウイ。ちゃんと私の声は聞こえてる？お姉ちゃんが着てるのが私だからちゃんと聞こえてるよ。オッケー、オッケー、オッケー。お姉ちゃんと繋いでくれてありがとね。オッケー。それじゃあもう一度切り開こう、私たち魔法少女の未来を。みんなコピーの相手をしてくれてありがとう。無事一つになれたよ。本当、あの時と同じ姿。ウイちゃんはどういう状態？なんだか幽霊みたいだけど。お姉ちゃんと一つになって姿だけ見えてるのかな。わ、わ、私とお姉ちゃんをつないでくれてるよね。なんだか玉木さんが二人を吸収したみたいね。お姉ちゃん、今ならコピーをまとめて倒して鏡屋敷にだって行けるよ。うん、わかってる。だけど魔力も底なしじゃないから、魔女と対峙するまでは。あれ？この反応。お姉ちゃんが倒れる前に感じた、トウカちゃんとネムちゃんも。もしかして。うん、私たちが一つになって作戦が成功したのかな。ようやく成功したね、トウカ。まあ、お姉さま遅い。待ちくたびれちゃったよ。やっぱりトウカちゃんとネムちゃんだ。ねえトウカちゃん、ネムちゃん、二人がしようとしてたこと説明してもらってもいい？何をするつもりだったの？そんなことを説明してる余裕はにゃい。ここから勝ちに行くには眠ってるみんなの力も必要なんだから、のんびりしてる場合じゃないの。みんなで早く移動するよ。ちょっと、私はあなたたちみたいに空なんて飛べないわ。それなら翼を大きくするのでみんなで捕まってください。うい、一緒にやるよ。うん、任せて。到着。うん、先回り成功だね。でも余裕はありませんよ。思ったよりも相手が早いです。魔女の腕が出てきた時の変な感じはしないけど、うかうかしていると事態はすぐに悪化する。今は彼女たちに任せて、できる限り先回りをした方がいいですね。これからどうするの？トウカちゃん、ネムちゃん。こうやって眺めるとやっぱりトウカちゃんは天才だにゃ。苦しむ人を見て笑うのはさすがに趣味が悪いよ、トウカ。これからみんな復活するならいいでしょ。けど瀬名美琴が利用したのは私ちゃんが作った仕掛け。それが本当だとしたら魔女になるまで眠り続けるから、何をしても無意味だと思うんだけど。でも発動条件は魔法少女に対してだと思うし、宇宙の意志が狙うのも魔法少女だとしたら私たちで解決できるよね、ネム。そう、これからみんなは魔女になり得ない体になるからね。え？つまりここにいるみんなを噂に変えるんだ。マジ？だってこうした事態になるのは想定済みだったんだもん。僕たちが噂の女王になった理由の一つでもあるね。というわけだから、ネム、早速やっちゃおう。うん、やろうか、トウカ。僕たちは噂を生み出す噂の女王。この本に記されている魔法少女が噂になってしまう物語を通して、今みんなを悪夢の牢獄から解放する。だから
行くよ。絶望の夢を見る魔法少女たちを救い、未来への轍を刻み続けよう。鏡の魔女と宇宙の意志なんかに私たちは絶対に負けないから。そうだって、僕たちは宇宙を支える側だから。最初から宇宙よりすごいんだもん。いけない、鏡を守ってた株分けの連中がこっちに近づいてるわ。ときめの本家が慌てていたら他の分家に示しがつきませんよ。砂を、他のみんなも目を覚ましてるし、もう大丈夫だよ、静香ちゃん。しゃあ、てめえら覚えてる顔は全部ぶちのめせ。コピーも使い魔も関係なく、ウェルダンにしてやれ。ちょっと姉ちゃん、頭に血が上りすぎだって。レナ、楓、大丈夫か？気分は最悪よ。ひどい夢を見たわ。だけどこれも全部鏡の魔女のせいなんだね。ああ、希望に満ちた瞬間を一瞬で台無しにされたようだな。セナミこと、境遇がどうであれ感化できるものじゃない。少なくとも我々が復活を遂げた以上、魔法少女の締めくくりはハピネスでないといかんからな。みんなカゴメちゃんのおかげで状況は理解できたみたいです。私たちも把握したわ。アリナ・グレイにセナミこと、そして鏡の魔女、みんなの希望を受け継いでイロハを守ったことも全部思い出した。ただ自分が噂になってるっていう実感だけはあまりないわね。でもチーム三日月荘で動けるようになってよかったよ。この最終局面はイロハちゃんとウィちゃんも合わせて未来を手繰り寄せるよ。ふんふん、はい、今度は誰一人欠けさせずに終わらせましょう。やっぱみんな一緒がいいよな。帰ったら三日月荘でパーティーしたいね。こうして何があっても私たちは絶望から希望を見出す。だから同じ未来にはならない。未来は明るい方へ動き出す。そして実感するために、これからみんなで救うのは世界の魔法少女だけじゃなくて、これからの人類すべてです。そのために過去の改ざんを目論む鏡の魔女がいるところ、鏡屋敷へと向かいましょう。おそらく使い魔とコピーたちも近づいてくるので、鏡屋敷への侵攻を許さないよう守りも固めてくれると助かります。みんなが食い止めてくれてるけど、周辺を全てカバーはできない。いずれすり抜けてきた敵がこちらにたどり着くはずよ。スーパーのイロハちゃんの一撃で採用部まで刺激を与えられたら魔女を追い込めると思ったけど、さすがに無理があったかな。でも私もツルナちゃんと同じことを考えてたから大丈夫。やれるよ、きっと。うん、エネルギーならこれで十分回収できたから、あとは変換をかけてお姉様の魔力にして、お姉さんが使う最高の一本の矢に仕上げる。すっげえ、ちっこい矢だけど何でも吹き飛びそうだぞ。はい、魔力の圧みたいなものを強く感じます。点を絞った方が貫く力は増加するからね。消費される魔力を感じるとみんなが戦っているのがわかる。この戦いが最後になるよ。そう、ウイを殺した時と同じでまた手を伸ばしてくるんだ。その前に出てきてもらうよ、鏡の魔女。うん、セナミこと。もう呪いを溜め込まなくてもいいから、ごめんね。これは魔女が見せてる人？鏡が映し出した幻影。そう、
私は鏡の魔女の最後の部品、魔女になる時に欠けた人格。それじゃあ、あなたが瀬名美琴さん？ねえ、どうして邪魔をするの？聞かなくてもわかりませんか？神浜市の人たちを助けるためです。それに私たち魔法少女の未来を紡ぎながら、あなたの呪いを解くために。分かってない。悲しみに満ちた魔法少女たちが幸せになんてなれないのに、滅んで消えた方が幸せなのに。私はね、気づいたんだから。美琴さんも東西の問題に翻弄された一人ですよね。それなら変わりますよ。これから少しずつですけど。それに家族のことだって少しずつ世界が変わっていく。東西の問題？家族のこと？そうだっけ？え？もう分からなくなったな。どういうことですか？あなたは何も知らないくせに！言ってることが変ですよ。あの魔女に暴れられる力が今も残っているなら、僕たちは詰んだも同然かもしれない。 Stand by! Ready! 待って、魔法少女の反応、これ一体どこから。行くよ、レイジングハート。 Stand by! 行くよ、バルディッシュ。 Yes, sir! さあ、やっつけるよ。すごい、魔法少女が集まってきてる。でも、あれ、知ってる人がたくさんいるような。鏡を通ってきたんだよ。それはいろいろとまずくないかな。またパラドックスの問題でこの宇宙が。でも来ちゃったのはしょうがないから、今は頼るしかないよ。確かに危ない状況を作ったかもしれないけど、今は絶対に必要な助けだと思う。トーカちゃんの言う通り、帰ってもらったら負けちゃうぐらいなら、今この時にかけるしかないよ。行きます。 Get set! 疾風陣雷。ブリッツストライド。蒼天に集え白金の葉。連なり打ち抜け、クラウソルス。ペイン。魔力収束、バレルオープン。打ちます、エクシード。ブレイカー。時空を飛び越えて、私たちは未来を作ろうとしている。どれだけ膨らんだ呪いでも私たちが散らすから。時空を飛び越えられるのはあなただけじゃない。希望を外から手繰り寄せるなら、私は絶望をこの世界に迎える。まだ動くの？エネルギーは変換して使っちゃったから、さっきみたいな攻撃は簡単にできない。どうしよう、動いちゃう。守りたいもの、助けたい人に届くため、私はもっと強くなる。フォーミュラボード、フルドライブ。アクセラレーター。ブレイクシェーダー。今だけじゃなくて、過去と他の世界の人を巻き込んだ戦いになっちゃった。無数の世界をつなぎ、その存亡をかける戦い。土壇場でとんでもない規模になったね。数の上では同じはず。今まで見てきたものだって喜びで終わりはしなかった。だけど今回ばかりは希望で終わりそうよ。ええ、使い魔たちは倒した。他の時空から来た仲間たちだってまだいるし、
もはや絶望へ誘う悲しみは希望を満たす喜びに負けた。理解できない。私らにはつながりがあるからな。ええ、他の地域や時代の少女とは少し条件が違うのかも。それをなして手を取り合ったのがここにいる私たち。そしてその理想を貫いたのがイロハだった。一人の希望じゃない。ここにあるのはみんなの希望。それが手を取り合うととても強くなっていくんです。悲しんで絶望して命を落とせば、その人は時を止めるけど、喜びを持って時を刻めば何度だって希望は得られる。だから絶望には負けませんし、悲しみにも支配されません。たとえ悲しみ苦しんでも、その中から生まれる希望を私は信じて示し続けます。だからこれで最後です。しましょう。私たち魔法少女だって救われていいはずなんですよ。何が救えるか。魔法少女の話は広まらない。広まっても利用される、卑下される。魔法少女だからと圧力をかけられる。人は優しくなる。幻想よ、優しくなんてなれない。私はあまたの死を目撃してその宿命と向き合ってきた。たかが10代の青2歳がしょうもない理想を語らないで。もしかしてあなたは巫女さんじゃない？違うよ、私は瀬名巫女。瀬名巫女、巫女として生きていたし、巫女の魔女にも付き合った。付き合った？じゃああなたは誰？何だったかな？あれ？巫女の前だった私は、確か、戦争に連れ出されたこともあったような気がする。没落貴族のお嬢様だった時も、あった。貧しい町娘だった時も、飢餓で苦しむ子供だった時も、だからもう、私は誰でもなくて、誰でもあって。どうして絶望したの？私は魔力を使い果たしてしまった。昔の、大昔の本当のあなたは？本当の私は、つゆが魔女になったのを助けきれなくて、城の地下に眠る象徴の魔女を倒しきれなくて魔女になった。違う、違う。ねえ、助けて。つゆを助けてやってよ。いや、無理だった。最初から助かりっこねえんだ。何百年もの間、魔法少女は悲しみに縛られ続けてる。有史以来の悲しみの歴史を鏡の魔女は証明してしまった。その禍々しい汚れを集結させて黒くなった体こそが証拠だろ。魔法少女は誰一人として幸せにはならなかった。絶望か死で終わる全ての少女たちは悲しみで終わりを迎えるしかない。私は悲しみを引き伸ばすだけ。ただ悲しみ続けてその意識を残すだけ。助けることもできず、私は何度も苦しむ。悲しみ続けるのはもう嫌なんだ。はあ、もうあんな家に帰りたくない。どうして惨めにしかいられないんだろう。あなたは瀬名巫女だよ。は、巫女さんは優しいから、不幸な過去を見すぎて自分の魂の姿まで曖昧になっちゃったんだよ。あなたは千鶴さんや周りにいる子たちの不幸を自分のことのように感じて嘆いてる。でも塗りつぶされないで。何百何千何万の呪いや悲しみがあっても、私がそれを塗り替えていく。そして
喜びと希望で終わる未来を作るから、これからの明日を信じて、この戦いを終わらせて。あまたの悲しみを無視しろっていうの？無視なんてしないし、否定もしない。向き合って、受け入れて、覆すの。私たちここにいる魔法少女たちは、たった十何年でこれだけの希望を紡ごうとしてる。それが何百年にもなれば、積み重ねた悲しみは覆せるはずだよ。じゃあ証明してくれ。ついを救えるかもしれないなら。そう、今ここで奇跡を見せてよ。私の力を貸してあげてもいいから、救われる魔法少女たちの姿を見せてよ。つながった。鏡の魔女の力がすべて私の中に注がれた。見える。過去が、他の世界の出来事が、ミコトさんたちが見てきた悲しみしかない魔法少女たちの足跡が、何百人、何千人という魔法少女の呪いを、この人は一身に背負ってきたんだ。それなら、私も過去を一緒に背負いながら、魔法少女の未来を照らすことで、希望があることを証明しないといけない。まだ過去がいくつも。でも、この過去は。そっか。あの一瞬が訪れない限り、私は車に轢かれて死んでたんだ。魔法少女になることだってなかったし、ウイたちだって助からなかった。やっぱり何か気になる。私、蹴ったよね。でも、何を？あの時、私が石ころを蹴ったことで、今の私がいる。他の私はどうやっても死んでるのに、誰かの過去に遡ろうとする力が誤って影響した今だけ、私は生きることを許されたんだ。そして、過去に遡る力が原因で生き延びて、私が魔法少女になって、回復という固有魔法を持ったとしたなら、私はミコトさんたちに奇跡を見せてあげられると思う。結界が消えた。魔女も鏡もぱったりみんな消えちゃったよ。一緒に戦ってた奴らは？鏡が消えたのに合わせて消えてしまったみたいです。見てた限りだと倒した感じはしなかったよな。ええ、まるで自分に取り込むように消えていったように見えるけど。その通りです。果てなしのミラーズは、重ねられてきた呪いの群れは私の中にあります。そんなことして、玉木さんは無事でいられるの？今はミコトさんたちが暴れずに、力を貸してくれているから、こうして平気でいられるだけです。まさか、あの魔女まで、あなたは味方につけたの？それは、これからです。これから？私は力を借りて、この場で奇跡を起こすと約束したんです。私たちが生きている。それだけで十分な奇跡のはず。いえ、みんなを噂から魔法少女に戻すこと、それがみんなに送る奇跡です。いや、意味不なんだけど、このままでも生きてるじゃん。今のままじゃダメなんです。そうだね、魔法少女の噂としてみんなは存在している以上、今の人間としての肉体を維持するのは限界がある。桜子と同じように肉体を与えられたとしても、全員に与えるには多くのエネルギーが必要だ。下手をすると、実体を持った生活は不可能かもしれない。それに、これから魔法少女を世間に広めようって言ってるのに、本人たちが魔法少女じゃないのは詐欺っぽいよね。うん。
だから私たちの望む未来をこれから残すためには自動浄化システムを拡張しつつみんなを魔法少女に戻すしかないんです。私の巻き戻しの力を使って。え？お姉様一人の力でやるつもり？それよりイロハの固有魔法は治癒能力じゃなかったの？鏡の魔女を取り込んでいろんな過去や世界が見えた時に私は自分の運命が分岐する瞬間を目撃したんです。それで気づきました。私の力は回復じゃなくて対象の時間を戻す力なんだって。みんなを治療できたのもソウルジェムを修復できたのもこの力のおかげだったんです。じゃあ受け継いだ希望を使っても私の調子が戻ったのは？はい、落ちていた魔力が戻って調子が良くなったのも。はい、私の力が影響した結果みたいです。それに未来で作ったカゴメちゃんの葉っぱがこうして私たちに送られたのも私の力が影響したみたいで、葉っぱが作られた時間を過去のものにして最初からあの時間に存在していたことにしたみたいです。すごいですね。その前例があるなら私たちを戻せるかもしれません。うん、ドドンと魔法少女に戻れそうだぜ。うん、そういうことだよ。でもそれってさ、イロハちゃんはどうなるの？ドッペルだって魂に負荷がかかる行為だった。同じように魔法少女の根源に関わる力をこんなめちゃくちゃな人数を相手に使って無事だと思えない。あ、マジかよ。お姉様、私も同じ意見だよ。それでもやるよ。今みんなは魔法少女から噂になってる。それは存在の概念すら変わってるっていうことで、それをみんな戻すってなるとお姉様の魂が擦り切れる。魔力が足りたとしても自動浄化システムが残っても擦り切れたお姉様の存在が曖昧になるかもしれないよ。とうか、お姉さん自身のことだから自分でわかってるはずだよ。それでもやるんだよね、お姉ちゃん。うん。私についてるウイたちにも影響すると思うけど。ふざけんなよ！これからも一緒じゃねえのかよ！希望で終わらねえよ！こんなの俺、悲しいぞ。ごめんね。たくさんの奇跡からこぼれ落ちる一つだけの悲しみだから。何言ってんすか？二つ騎士のみんなも守ってくれて嬉しいっすけど、こっちを希望に巻き込んだのはあんたなんすよ。組織から旗振りがいなくなるってどういうことかわかるんすか？私は玉木さんが奇跡を起こさないと鏡の悪鬼が動き出すのがわかるわ。だからこそ奇跡を受け入れるべきだと思うけど、これほど受け入れがたい奇跡が世の中には存在するのね。最初、鏡の魔女に負けた時、みんなは私に未来を託して死んでいった。その時に決めてたの。もしも私が犠牲になって未来が紡げるなら、その時はできることをして、みんなに未来を託していくんだって。私が消えたとしても安心して、これから起こす奇跡が、鏡の魔女に詰まった呪いを癒す光になって、未来の魔法少女を救う力に変わるから。だからごめんね。本当に私の時計は動かしておいてあなたはいなくなるだなんて。本当は私だってみんなと一緒にいるつもりでした。それを諦めたあなたに私は納得したくない。私の記憶に留まる限りあなたはこれからも存在し続ける。だからその姿を手繰り寄せる時もいつか来るかもしれない。はい。イロリンってひどい人だよね。
人をたらし込んでおいて最後はポイなんだからさ。そんなポイだなんて。トリマ好きなだけ旅をしてきなよ。その間は私ちゃんがネオマギウスと好き勝手やるから。みんなのことはよろしくお願いしますね。うん、ポケマル。概念が擦り切れるとか言われても正直わからないんだけど、私は玉木さんに怒ってるから。でも静香ちゃんだって命を張ってくれたのに。今のあなたがいなくなったら悲しむ人が多すぎるのよ。そうかな。本当に腹が立つ。でもあなたが帰ってくるまで私がみんなを守ってるから。そしてあなたに負けないぐらい愛される本家になってるわ。私の言いたいことは光が代弁してくれたわ。本当にごめんなさい。他のグループの人たちは怒り心頭だろうから、私だけはあなたを笑って送り出してあげる。そんな資格私にありますか？あるわよ。奇跡でみんなを魔法少女に戻して救おうって言うんだから、玉木さん。はい。帰りを待ってるわ。一度ならず二度までも私はイロハさんに救われてしまう。そこまでされてもうちらが未来を紡げるかどうか。でも、司ちゃん、私たちは少なくとも紡げるでございますよ。東西を結ぶ学生会議を通して。そっか。うん、そうだね。イロハさん、あなたたちへの当てつけになるかもしれない。だけど私は魔法少女たちが一人の少女、女性として幸せに歩める未来をしっかりと築いていきますね。イロハさん、声が。あれ、ちょっとイロハちゃんどこだ？さっきまでいたはずなのに。イロハちゃーん、レナちゃん心配してるよ。本当に心配してんのよ。あんたがいなくなったら喋れる友達減るじゃない。本当に返事がない。ふぅ、私イロハちゃんが上浜市に来た時のこと覚えてるよ。最初に喋ったの私でしょ。それちょっと嬉しかったんだよ。うすこともできないのか。ヒデイは俺たちと話す前に消えて、ユチオ、なんで何も言わないの？明日からイロハを探しに行くわ。ずるい！私も行く！私もまた会うためなら何だってします。ウイちゃんだってどこかにいるはずですし。ええ、三日月荘の絆があれば絶対に見つけられる。イロハ、三日月荘には私たちがいるし、帰ってくる家はあるんだから。どこにいるか知らないけど、いつでも帰ってきて。帰ってこなかったとしても私が迎えに行くから。謝ってばっかりだね。それだけみんなに悲しい思いをさせたから奇跡を起こせたとしても
喜びと希望で終わらせたかったのにな。物事には限界というものがあるからね。僕としては納得の結果だよ。なんだか嬉しそうだね、ネムちゃん。こうして4人だけで話すのが久方ぶりのような気がしたんだ。それに病室で始まった僕たちの物語がこの宇宙で終わるだなんて想像してなかった。これで自動浄化システムを広げるついでに宇宙の神秘に触れられると嬉しいんだけどにゃ。それは強欲だよ、トーカ。好奇心旺盛って言ってよね。ほんと、なんだか懐かしいね。じゃあこの膨大なエネルギーを使って世界中に自動浄化システムを広げるよ。うん。見せた奇跡に納得してくれたのかな。私の中に満たされていた呪いが和らいでいって素直に溶けていくような気がする。集まった多くの汚れと呪いの量を覆すように、これからきっと多くの人たちが救われる。いきなりじゃなくていい。ゆっくり少しずつでいいから変わればいい。それが人と魔法少女を変えていって、みんなが未来を夢見られるような優しい世界を作る一歩になると思うから。魔女になる運命にあった魔法少女たちが噂として救われてから元に戻り、自動浄化システムがオーロラのように世界中に広がってからしばらくの時間が経った。私たちの前から姿を消してしまったイロハさんとウイちゃん、それにトーカちゃんとネムちゃんは魔法少女たちだけが記憶している。他の人たちも知っているようだけど、架空の人物のようにぼんやりとしているみたいだった。それでも私たちはようやく平穏な日常というものを取り戻しつつある。いろはちゃん、本当にここにいるのかな。知らないけど、魔力の流れはこの辺りから感じるんでしょ。実際に外からたくさん汚れが回収されてきてるみたいだし、一応キューベイも確認してるみたいだからな。じゃあ見えてないだけで私たちの近くにいるのかな。それで世界中の魔法少女を見つつ仕事でもしてるんでしょ。ほんと、木の近くに寄るとつむじ風みたいになって、魔女になるはずだった汚れが空に登っていくのがわかるね。これは八千代さんが気づいたんですよね。ええ、何度か通ってたら流れがあるなって。毎週のように通ってたらそりゃ気づくよな。あなたたちだって同じようなものでしょ。にっしし。でもわかるよ、ここホッとするからな。この万年桜があるだけで4人は誰も欠けてない。イロハは無事なんだってわかるからね。それに寝転がると守ってもらえてる気がする。あったかいからな。今も見てるのかな。なんだかすぐ近くにいるような気がしますね。な、俺もなんだかさ、そんな気がしてるんだよな。見てるよ、みんな。イロハ、ウイちゃん、これからも時々私たちはここに来ると思うわ。はい。まず今日は料理を持ち寄ってピクニックをするつもりだから、一緒に参加してちょうだい。はい、もちろんです。待って、お姉ちゃん。トーカちゃんとネムちゃんが怒ってるって桜子ちゃんが言ってるよ。またたくさん魔法少女の記録が流れてきたから、まとめるのを手伝ってほしいみたいだよ。うん、今日は諦めるしかないかな。
ごめんなさい、八千代さん。行っちゃうの？え？師匠、何かわかるの？なんだか、近くにあったものが遠ざかる感じがして。また来てください。次は絶対に参加しますから。やっぱり、私には足りない。会いたいわ、イロハ。いつかはみんな回収されて、同じ私たちのところに行き着きます。いつかはわからないけど、どこかでちゃんと会えますよ。どこに行けば、あなたに会えるのかしら。魔法少女の記録が集う場所、マギアレコード。いつか世に出る魔法少女の本が、導いてくれるかもしれません。Thank you.